はセリアでの購入品を紹介します。セリアで1000円分、1100円分、10点買ってきました。久しぶりにセリア行ったんですけど、やっぱセリアはおしゃれなものが多くて、でも今回買ってきたのはおしゃれなものっていうよりかは、久しぶりにセリア行ったんだなって感じの購入品です。では1個目、じゃん、セシルマクビーのアイシャドウです。なんかね、3色あったので3色買ってきました。いや、なんかセシルマクビーのやつがまさかのセリアにあると思わなくてびっくりして、ちょっと全部買ってきちゃったんですけど、こうやって開く、おお、あ、かわいい、こんな感じです。淡い、かわいい、これね、まずね、こう見た目がかわいくて、ほい、このキラキラがすごい綺麗。次がこちら、アルコールマーカーです。これね、前紫とピンクのセットかなを買った時にすごい良くて、なんかね、色を塗る時にすごいいいので買ってきました。これとこれ、あれ、なんかこの色買った記憶あるな、大丈夫か、老害と。先がこういう感じの四角いやつと丸いやつがあります。丸い筆みたいな。次がじゃん、磁石で取り付け簡単、自由に位置が変えられる、割れにくい樹脂ミラー、マグネットバスミラーっていう名前なんですけど、私はこれロッカーに貼ろうと思って買ってきました。どんぐらいの磁石の強さなんだろう。あ、裏こうなってる、もうシンプルにヨックモックに登場していただきました。あ、結構強い、こうやってバーンって開け閉めしても動かなそう。わあ、割れてない、あ、軽い、すごい、あ、びっくりした、結構歪む、結構歪む、まあいいや。はい、次がじゃん、フラットポーチ、可愛くないですかこれ、じゃーん。もうね、あのセリアのこのサンリオシリーズのフラットポーチいっぱい家にあるんですけど、だからね、買わないつもりでいたんですけど買ってきちゃいました、可愛い。次がじゃん、不思議粘土大粒、久しぶりにスライムを買ってきました。セリアのスライムって毎回なんかすごいけど、毎回進化してる気がするから、めっちゃ伸びる、すごい、スライムの部分が見て、おー、つぶつぶが落ちない、これつぶつぶなしバージョンも出してほしい。次がこちら、すみっこ暮らしステッカーコレクション、なんか久しぶりにすみっこ暮らし買ってこようと思ってあったので買ってきました。トカゲでん、おお、トカゲ来た、次、おお、ペンギン、最後ペン、白クマ、え、これ何、この何この鳥、鳥みたいな新キャラ、ちょっとキラキラ加工されてて可愛い、ほら、こんな感じ、なんか映画みたいになってる、フィルム。はい、最後です。じゃん、カップカバー、カップにホコリやゴミが入るのを防ぎますってやつです。こういう感じでシリコンでペタペタする感じで、コップとかこうやって蓋しとくやつです。すごくない、あ、よいしょ、で、ホコリとかが入らないっていう。マイクのやつもあったんだけど、エイリアンにしました。すごい可愛いし、こういうのずっと欲しかったから嬉しかったです。以上です。はい、ということで以上セリアでの購入品紹介でした。私的にはこれがすっごい良かったのと、あとね、こういうやつ欲しかったので嬉しいです。これママもいる、コップのホコリ入らなくなるやつ、ちゃんと閉めたら多分倒れても大丈夫。真空になるんだ。これエリア持って持ち歩くの？すごい。これ欲しいね。欲しい、もう一個。これ欲しい。しかもここにエイリアンがいるじゃん。え？あ、本当だ。ぜひ。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。